ごきげんよう。どうもプロスピングダウン主催者の萩です。今回初の試みとなるプロスピングダウンですけど、第1回はショート自慢5人に来てもらいました。まあ早速5人にいろいろ聞いていきましょう。それでは1番目の方どうぞ。ヤクルトから来た池山です。このショートの中で一番強いのは俺です。と言いますと？いや、もう見りゃわかるでしょ。打撃、そして守備、裏捨て含めてこのショートの中で唯一全ての能力が B 以上。しかもアーティストで最近 TSA 出たばっかですげえチヤホヤされてます。でもあなた最新に紛れた2年前の選手ですけど大丈夫ですか？いや、そんなん関係なくマジ余裕なんで早くやりたいっす。楽しみにしておきます。それじゃあ次の方どうぞ。埼玉西武ライオンズから来た石毛や。いっちゃん俺が強いぞ。石毛さんでしたっけ？戦いたい人とかいるんですか？まあ自分よりでかくて強い人なら誰でもいいです。野球とかは全くやったことないの？全くやったことないですね。喧嘩しかないです。まあ萩さんほどじゃないですけど、普通に1対10で相手が全員武器持ってて一人残らずボコボコにしました。最強やん。いや、これは楽しみですね。まあ嘘にしか見えなくて、なんか根はいいやつなんじゃないかっていう風に思ってます。いや、俺クソ悪っす。ちなみに好きなご飯とかありますか？いや、母ちゃんの肉じゃがっす。いいやつっすね。次行きましょう。それじゃあ次の方どうぞ。さっきの石毛と同じとこから来た中島博之27歳や。スタンプありはもちろんのこと、自分が売りになると平気な顔して切断します。それかなり悪いっすね。僕それ一番相手にしたくないですわ。あと遅延行為が世界一うまいです。いや、全然誇れないっす。てかそれを27でやってんの？いつでもやってありますよ。いや、結構です。次の方どうぞ。左のライドラショートです。もう勝ちでいいですか？ダメです。あとそもそもこれまで3人見たから最初に球団と名前言うの分かるよね。阪神から来た鳥谷です。まあこの時の僕は2019年となっていて、今からもう4年前なんで野球はできないですけど、お酒は強いです。いや、聞いてないです。この前ビールはジョッキで27杯飲みました。これかなり強いっすね。今度飲み連れてってください。本気で飲酒リアタイします。次の方どうぞ。あれ、次は読売巨人軍の坂本ホワイトさんですが、スタッフさんどうなってます？はいはいはい、かしこまりました。少し速報がございました。坂本ホワイトさんがリアタイで遅延行為をされて遅刻が確定したそうです。リアタイで遅延、中地お前まさか違うよな？まあもう勝負は始まっているということで、早速試合の方やっていきましょう。レッツ松井和夫。はい、坂本が遅刻したんで、まあルールはトーナメント形式で、池山対石毛、そして中地対高橋で、まあ打撃と、まあ1人ごとの守備で勝負して、勝敗は、まあ僕の独断と偏見で決めたいんですけど、これね、3番に置いてます。3番に今池山置いてるんだけど、これ相手ピッチャーが大事じゃねえけど、4400の山本由伸、これ終わりです、これ。まあ、まずは大谷、ここで塁に出てチャンスで回したいね。あっ、ぶね。やくそ、やばい、ブラだ。今回ね、もし守備は1イニングだけやから、まあ、もし守備機会が来なかったら中地とかはラッキーよね。まああとは今回惜しくもねメンバー外になってしまった松井稼頭央選手は監督として自チームセーブで見守ってもらいます。ブラ、これはきつい。さあ、待ってきました。おー、やばい。山本由伸が強すぎるせいで、池山3700が涙目。あかん、外角に来てしまう。やばい、奪三振ショーでしまった。ちょっと待って、1回タイム。やばい、ミート36、パワー62。それでもお前はいけるよな。池山さん、見してくれ。え？池山これは大きくリードです。今のは少し池山が一歩リードしてるね。この後の石毛の打席が、
気になるところではあるが、しっかり中村乗り切ろうとしていく。お前ショートでもええぞ別に。じゃあランジーちょっとツーシームをライトスタンドぶち込みます。嘘はつきません。嘘はついてないし、してんだろ。バスで嘘つけない。落ちる。あとこれ言うん忘れてたんけど、あのもしショート一本ならっていう前提でこれはやってます。もう普通になんか源田から誰か使ったらいいやん、代打でとか言うかもしれないけど、それしたら何でもありになるから、あくまでも一本の時という風にやらせていただきます。これはまずショートの打撃が見たいから、ちょ流し打ち警戒にしてショートいきます。どうでしょうか。来た、池山ノリです。ノリステップ。池山の守備見れんまま終わったら、こいつ打撃で全振りして、守備もまあまあステータスは高いから、結構好成績で石毛にバトンを渡すことはないけど、大丈夫か。一旦インコース見せといて、あかん。のしのぶ、お前オッケー。これゲッツーじゃないんや、ツーベースなんや。ここのツーシームをレフトスタンドぶち込みます。嘘はつきません。嘘はついてない。知ってんだろ、バースで嘘つけないぞ。心開いてく黒船ライト。まっ、おっと、ここでまさかの池山守備機会ゼロ。もうグラブを外しております。まあ、ちなみにね、個人的に打撃に関しては今回出た、石毛、池山、中地、鳥谷はもうほぼ変わらんと思う。ちょっと石毛が頭抜けてんのかなぐらいと思う。大丈夫か。まあいいでしょう。でも守備に関してはね、池山と鳥谷がちょっと抜けてて、その次に石毛がおって、そっからちょっと離れて中地かな。石毛と中地同じ C やけど、なんかちゃうんよね。うーわうーわ、きついです。すみません、失礼しました。席出ました。石毛これちょっとやばい。でも喉がめちゃくちゃ痛いんだけど。一旦水分補給させていただきます。相手4400の山本っていう時点でね、ちょっとかわいそうやな。池山はホームラン打ってるからね、ここでなんとかいい打撃、そして守備を見せないと。石毛に勝ちは来ないぞ。いや、くそ、今のいけたな。奪三振ショー。これはまずい。うわ、石毛今のも悪くない。ツーベースにする。脱三振ショーでさ、外角の方向ね、引っ張ってライドラあれできるから。パワキならちなみに今のはアウトです。ま、大谷翔平はえぐい。いつも、いつ、ホームラン。ノーブラ。おっと、まさかの池山2打席目突入。うわ、ここで回らずして、守備に行ってたら、もう、ホームランだけあったのに。この打撃次第では石毛の方が評価上になる可能性もある。えぐい！くー！見れてる。まさかの綺麗な着地。まさかセカンドがいません。ならセカンド池山。これ池山の守備も大事ですからね。セカンド方向飛んだ。終わる。オッケー。石毛がうまい。これはポイントかなり高いです。池山！これはまさかの。池山ここで大幅減点です。ここでセンターがギータ、トゥーギータ。どうだ？と、これはセンターフライで第一試合が終わりました。第一試合結果、勝者、石毛ひろみちゃん！続いてやってまいりました第2試合、中地対高志。まあ、先ほどの1試合目の勝敗の決め手と言いますと、やはり石毛選手の素晴らしいグラブさばき、そしてあの奪三振ショーが出て能力が削られてる中、今のも悪くない、引っ張ってツーベース。そしてね、やっぱ池山選手失投ホームランにしたものの、池山その後の三振、そしてやはりあのセカンドのエラーが一番きつかったでしょう。運にも見放された池山選手、またのご登場をお待ちしております。で、何より今回の中地対高橋、なんとスピサが約1500も離れてるということで、しかも中地は4300、かなり有利な状況で戦うことになるでしょう。大谷翔平は2打席連続ホームラン。ブラー
きました。本日の主役中地、ここで徳能にも味方されている。これは大チャンスだ。大きな格の違いを見せることができる。さあ行け中地。中地まさかのツーシームでもボール球ヒット。これは広角打法が出ているためボール球ヒットが発動してしまいました。これはかなりポイント高いです。よく、さあ高志君の出番だ。おっと徳能が出る。徳能が出てもミート53パワー47。中地は先ほどボール球ヒット、さあ見せてくれ。高志くーしっかり見逃してます。まさかのファーボールです。ナイス、素晴らしいフィルダースです。これ相手のショートは誰でしょうか。相手のショートの評価が坂本勇人、まさかの遅刻魔がまさかのここで大幅減点。あミスターは遅刻魔、まさかの大幅減点です。今回出場していない坂本勇人がまさかの大幅減点。コールド圏内になったらダメなんで。ショートもうこれは意味ないぞ。公平性を保つためにセカンド鳥谷にしました。おっとまさかの高志をゴリスルーしてしまった。おっと中地取れない。これはまあ仕方ないでしょう。高志まさかの大谷さん、藤波が弱すぎる。でこう次の、おっとここで藤波が中地の邪魔をしました。これは中地大幅減点です。おっと中地軽快なステップから、これは加点ですね。次の打席のことも考えてエスピリッツを統一させてもらいます。中地をショート、セカンド、そして高志をショートにします。ナイスセンター。まずは大谷が出ていく。おっとブラ、外野全身に捕まる。さあ中地第2打席、先ほどはボール球ヒットだったが、これほぼ鳥谷高志です。どっちが強いのか、若干現段階では中地がリードしてます。飛ばすことはできるのか。早くも追い込まれる。まさかの見逃し三振。これは中地もがっくり。おっとつないだ。ここでまさかの高志大復活。いやここでもパワー38ミート36。高志お前ならここでできる。先ほどはまさかの宮西直剣、まさかのミパ10と15。これは不適正ではございません。先ほどフォアボールの問いたい高志、中地は三振したがここで決めきれるのか。高志高校は大きなセンター前ヒット。これは超加点です。さああとは守備に託されました。守備を大きな機会を見したいができない。本当に打たしたい。来たショートに回ってきた。まさかの中地ベースカバーが遅すぎる。これはまずい。おっとこれまさかの高志ショートバウンドでランナーを進めない。これは加点です。さあこれはレフト落下地点です。第2試合終了です。第2試合勝者鳥谷高志。オーキーフルギターガッツめニブラヒモビッチホームラン。